はい、こんにちは。京都府立大の、連立不等式で、一方が指数不等式で、片一方が、対数不等式と。まあ、指数や対数である点の注意をきちんと気をつけましょうっていうところですよね。で、まあ、それぞれ別個に、なんか関連してるわけじゃないんで、別個に解くだけだと思うんですけども、じゃあ、まず、この上の指数方程式は、この、指数のこのマイナス4とか1とか5マイナス5は、まあ、前に出しちゃって、A の X 乗に関する、まあ、A の X 乗を T とでも置けば、まあ、二次不等式の格好にしたいかなと。で、もちろん A の X 乗は正ですよね。まあ、これがまず一つのポイントですよね。で、指数前に出しちゃうと、マイナス4を出せば A の4乗ですよね。分の。で、この A の 2X 乗ってのは A の X 乗の2乗だから T の2乗と。で、マイナス1はそのまま。で、もう移行しちゃっておきましょうか。移行する分には別に不等号の向き変わんないんで、プラス1を出すと、A ですよね。A。かける T ですよね。A が出てきて、T。で、プラス A の5乗分の T が負と。で、今、A は正なんで、定なんで、ここで定としてされ、定とされてるんで、A が正なんで、何乗しても正ですと。正、正。なんで、まあ、両辺、完全に分数なくしたいなら A の5乗。2次の係数を1にしたいなら A の4乗。どっちがいいですか？まあ、どっちでもいいんですけど。4乗にしておきますか。A の4乗かけて T の2乗。で、A で膨れる分、マイナスにしといて、A の4乗かけてるから、A の5乗を引く、a 分の 1t 足す a の4乗かけてるんで a 分のじゃねえこちら a の4乗マイナス a の4乗マイナス a の4乗と。で、まあこれがもううまく因数分解できるように作られてますね。もうできすぎくんですね。これとこれかければ a の4乗で、どっちかにマイナスくっつければいいということで t プラス a 分の1ですねと t マイナス a の5乗が負ということで、まあこれを t の二次不等式と見れば t はマイナス a 分の1よりでかくて a の5乗よりちっちゃいんですけども、 t は a の 5x 乗で正なんで、じゃあここはもう元に戻してみますか。 a の x 乗で正なんでこれはもう関係なくてこうですね。で、あ、はい、はい、じゃあ、こうと。やっちゃいかんのですね。それが指数不等式である。この、で、A が、指数関数のグラフって、こう、右上がりに増加なのは、ここでは A はあんまりふさわしくないか。まあいいや。A が1より大きい時の話で、A が1よりちっちゃい、もちろん正で、正で1よりちっちゃい時は、右下がりのグラフになりますね。ってことは、A が1の時は、まあ、そのまま、こう。X は5より小さい。A が0と1の間の時には、これ反対ですね。こう、どんどん減っていく関数なんで、X は5より大きいというふうに、A が1よりでかいか、1よりちっちゃいかで、まあ、全く反対の結果になると。じゃあ今度、こっちの対数の方も解いてみると。で、まあ、ここではもう、全部定が A なんで、それにまとめちゃって、前の2は、ここに持ってきて指数になると。で、引き算も移行しちゃっていきますか。で、これとこれ、足し算なんで、ここに5がくっつくわけですよね。なんで、ログ、A、5カッコ X マイナス2と。で、0と。で、まあ、定が同じ対数の引き算は割り算ですよね。ログ A、x マイナス2の2乗割る5カッコ x マイナス2と。が0以上と。で、手順前後しちゃいましたけども、対数なんで、進数条件、これ大事ですね。x は2よりでかくなくちゃいけないと。進数は負ではいけないと。で、まあ、別にここではそんなに問題にならないんですけど、この2をここに持ってくる
には構わないんですけど、ここにあった2をこっちに出すときには、カッコのままじゃいけなくて絶対値にしなきゃいけないんですよね。ここではこっちにある2をここに持ってきてるんで、このままでいいんですけども。ですから、この式とこの式、意味違うんですよ。これ2を前に出したときには、これ、この状態だったら、x が別に0とかマイナス2とかで負でも、2乗しちゃって正になるから、進出条件、ここに関しては大丈夫。まあ、こっちではダメですけど。まあ、ここでは今そんな関係ないです。で、x は2よりでかい正。で、0でもないんで、これは約分しちゃって構わないですね。そうすると、ログ a、5分の x 引く2が、0以上。0ってのは、まあ、あえて見やすくするなら、ログ a、1ですよね。なので、ここでもやっぱりまた、a が、0よりで、1よりでかいか、1よりちっちゃいかで、対数関数のグラフっていうのは、ログ AX っていうのは、A が1よりでかければ単調増加で、A が1よりちっちゃければ単調減少なんで、ここでもやっぱり、A が1よりでっかいときは、そのまんま、X-2、5と。x は7以上。なんで、a が1よりでっかいとき、上の不等式は x は5未満。下の不等式は x は7以上。ということで、解ないですね。5よりちっちゃくて7以上の数はないんで、a が1のときは解なしと。で、a が0と1の間のときは、これもそのまま単にこう、不等号の向きが反対になるだけなんで、x が7以下。で、こっち側が x は5よりでかい。なんで、a が0と1の間の時には、x が5よりでかくて7以下ということで、これが答えとなりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。岡山で本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。